戦を繰り返し、どこの国も、いや、天下そのものが疲れ切っておる。ここいらで乱世に幕を引かねばなるまいの。諸葛亮の考えも同じじゃ。大規模な軍を起こし、義の政党に向かい寄った。だが時を同じくして、呉の大軍が我が白帝城に攻めてきよった。こちらが手薄になった隙を狙うとは、迷いは飛んで火にいるなんとやらだ。打ち滅ぼして一気に乱世の幕を引いてやるわ。天下三分の形があまりにも長い間続いてしまいました。我が国の運気があるうちに葬儀と尊号を打たねばなりません。次の戦は白帝城での防衛戦となります。甲冑殿は全軍の先頭でその武を振るい、我が軍の士気を高めてください。頼みましたよ。私はゆえあって戦場へは向かえませんが、この時のためにいくつか策を打っておきました。この戦で逆に孫悟を打ち滅ぼしましょう。聖祭、そなたまでも戦場に立つことはないであろう。いえ、戦います。父上やみんなが守ってきた職ですから大丈夫です。龍禅様は私がお守りします。父が築いてきた国を守るため、みんな私に力を貸してほしい。命がけで守る。どう娘か。はい、お役目果たしましょう。馬長殿は攻めを捨てる敵を迎撃してください。私は八陣内の敵を撃ちます。承知、牙向く者すべて我が槍で薙ぎ払おう。敵は生き盛んだ。気を抜くな。打ち取ったれ。
敵将を討ち取ったれや。思うたか？行くのだ！俺も負けてられんな。相互に捧げた命、さてチャンスは敵将を討ち取ったれや。諸君はオラたちの国、オラたちが守るんだ。守るんだ、勝ち取るんだ、新しい世。諸君万歳、進め進め、諸君万歳。行け、乱世を超える情熱たちよ。お主らの道の露払い、この老骨が務め上げようぞ。今後の兵は罪なき民をも手にかけるか。人々の徳にその時も同じ。聞くのだ。一人か、いい度胸だ。敵将を討ち取ったれ。大徳に磨かれた正義の刃、受けてみよう。させぬ。敵を軽んじるなよ。ここは守りだ。青いわ。
じゃ。てなわけどうだ。守りますだ。城の守りに戻ろう。とはいえ同じものは通じません。上昇の八神見破られたか。祈るなよ。ここまでだ。敵将は討ち取ったれや。
残念です。敵将撃ち取ったれ。おっと、少々遅くなっちまった。陣容を整え、再度、白帝城の包囲を。勢いを止めるな。このまま孫権を撃つ。来ないのならこちらから出向くまで。来ながらあってない最後じゃ。敵将は撃ち取ったれ。心強いです。ああ、そんなに立ち主が本当に聞くのじゃ。いざ私の部の全てで貴様を倒す。このままで済むと思うな。おっかよ、くそ、敵将を撃ち取ったれ。一気に押し込んでしまいましょう。今こそ打って出ましょう。押し込める相手に野郎ども、祭りの時間だぜ。勝負だ。逃げるなよ。
走りすぎたか。敵将は撃ち取ったりゃ。押し込んでしまいましょう。今お前の前に立つのは孫忠謀ではなく孫悟三代の志。返り討ちにしてやる。孫家三代の志、刃と化して戦おう。志だけ立派な子は子が燃えるでないわ。
倒れることなどできん。ってわけでは、父や兄には及ばぬか。敵将は討ち取ったりゃ。白帝城を守り抜き、孫権を討ち果たすことができた。皆の働きと父上の加護のおかげだ。私は何もできなかった。これからは私も皆のように強くならねばならぬ。父上たちが命を賭して作った国を守るために、皆も引き続き力を貸してくれ。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。甲虫、あざ名は甘将、南陽軍の人。はじめ劉表に仕えて調査を守り、劉表の死後は甘源に仕える。武芸達者で弓術の名人だったが、晩年にようやく名を上げる機会を得た。劉備が慶州南部を平定したのを機に、劉備に帰順する。弱い60を超え、ようやく生涯の主君を得た甲虫は、老齢ながらも先陣を切って戦場を駆け、目覚ましい活躍を見せた。建安24年、蜀魏の漢中争奪戦が始まる。劉備の命を受けて定軍山に進攻した甲虫は、先に漢中を攻略して守備していた魏の名将夏侯淵と対陣した。山上に陣を敷いた甲虫の部隊は、機を見て一斉に駆け下ると、敵本陣を急襲する。息上がる甲虫勢は敵を圧倒し、ついには夏侯淵らを打ち破って、蜀軍に勝利をもたらした。漢中王となった劉備は、甲虫の功績を称えて関羽らと並ぶ五胡大将の一人に任じる。やがて劉備は亡くなったが、陣の世を目指した劉備の夢を胸に、甲虫は戦い続けた。蜀漢の天下を見届けた甲虫は、若い世代に功事を託して引退する。その武勇から豪公の贈り名を贈られた甲虫の名は、後に老いてますます盛んな人を指した呼び名となった。
この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でも強い輝きを放ち続けている。上限での戦も勝ったか。これで天下は定まるの。ここから先は若い者たちが立派に成し遂げよう。なすべきはなしだ。老兵は去るのみよ。